球に生まれた宇宙人。小さな頃から何か本物を待っていた。本物の親、本物の友達、本物の何か。でもいつまで待っても本物は来なかった。小さな頃にそんな気持ちを持ったことありませんか？そして大人になるにつれてそんな感情を無理やりどこかに押し込めて、自分の本当の声が聞こえないふりをして、周りに合わせることを最優先にする、そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。そしてそんなあなたは今現在地球のルールで苦しんでいる最中かもしれません。なぜならば、宇宙のルールと地球のルール、この二つには違いがあるからなんです。そして僕も長年そんな悩みに押しつぶされながら生きてきた一人です。これは僕がこれまで培ってきた地球と宇宙のルールという自分のメモを、立ち上がりたいけれども立ち上がれない、そんな宇宙由来の地球人に向けてお送りする深夜放送のような動画です。あなたが今の苦しい状態から脱するだけでなく、地球を良くするために生まれてきたんだと思い出すことのきっかけになればなと思っています。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルールテーマは、未来に送る風。皆さん、未来について考えたりしますか？その未来は明るいですか？楽しいですか？穏やかですか？このチャンネルではこれまでどちらかというと過去に焦点を当て、過去の捉え方でこれからを変えてみよう、そういう視点で言葉を生み出してきたのですが、今回は未来です。例えば今未来に希望を持てない、いただいたコメントにそういうことが書いてある人も結構多いと思うんですけれども、今回はそういう方へのヒントとなるような動画になります。そういう人は未来が酸欠になってしまっている状態だと言えます。なので今回は未来に希望の風を送る方法です。これから未来に希望という酸素を送るので、全てはこれから、過去は関係ありません。むしろ利用しちゃいます。だからこの動画のコメント欄には、過去の自分がどうだったからとか、現状がどうだからとか、年齢がどうだからとか、そういう類のコメントはないはずです。そう、これからどうしていこうかの話なんです。でも最初に、現状に不満がある人はなぜ現状が不満なのか、せっかくなのでその理由だけ明確にしておきます。それは3つに絞れます。1つ目は、あの時ああすればよくなったのにという後悔の念。2つ目は、本来の自分はこんなもんじゃないという自分への期待。3つ目は、周りの状況が悪いんだという多責思考です。後悔の念、自分への期待、多責思考。この一つ一つを片付けていきたい気もしますが、今日はそこまで時間がありません。最近の YouTube はスピード感が命になってきていますので、単刀直入でいきます。この三つの共通点、それは過去や未来と今とのバランス感覚の欠如です。大きなスパンで自分の人生を眺めると、今という点が過去という塊に引っ張られて、なんか重くなっている。ああすればよかった。誰々がいたから今の自分はダメなんだとか、その重さが後悔とか多責思考を生み出している。それは俯瞰で見るとバランスが悪い。でもバランスが取れる人は、その重い過去をうまく利用して、今の自分を自由にし、軽やかにできる。そしてその先の自分も自由に描くことができて、過去と今とこれからでトータルのバランスが取れている。こうやって話を聞くとすぐにわかるんですが、自分の価値観が今と過去だけの世界と、過去、今、これからの世界、もっと言うと時間を超えた全ての次元の自分にアクセスし、
トータルでこの地球に生まれたことを楽しむ世界。この2つの世界では中心点が違います。今と過去だけの世界の中心は過去です。過去、今、これからの世界の中心は今。今の自分が世界の中心。しかし、逆にたまに過去が重すぎて切り離してしまい、今とこれからだけの人もいますが、それも中心点が今ではないという意味でバランスが欠如しています。現実逃避的な希望を持つことになってしまう。こういう人は目新しい情報にすぐに飛びついてしまい、常に新しい情報を欲してしまっています。以前の僕もそうだったのですごくわかります。セミナー行ったり、本読んだり、幸せの青い鳥を必死に探している。でも、それはすごくもったいない。なぜならば、この地球の物理法則をうまく使えていないからです。具体的には、質量保存の法則を使えていない。上の3つのですね、不幸の原因、その真ん中、自分への期待はこの状況です。自分への期待は過去の経験も含めれば不幸の原因には全然ならないんですが、それが過去と切り離されるとバランスを崩し、不幸の原因になってしまう。この地球の物理次元にいる限りは、やはり過去、今、これから、全体を感じること。そこがとっても重要かなと思っています。じゃあそのためにどうすればいいのか。それが今回のテーマ、未来に風を送る。わかった。これはきっと将来の不安を消す話ということは、老後に備えるとか、つまり生命保険に入ったり、貯蓄や投資をしようという話か。そう思った人は、こういう動画もありますので、ぜひ覗いてみてください。問題の根源というですね、動画になります。このチャンネルで言いたいことが、そんな一時的で表面的な話ではないというのが、わかってもらえるかなと思います。じゃあ、未来に風を送るとは、これも今回先にお伝えします。それは、全方位感謝という感情の動きの話です。感謝という名前なんですけれども、通常の感謝とは違います。後半で説明します。ぜひ価値観の一つとして聞いていただけると嬉しいです。もちろん、すべての物事に感謝をしましょうなんていう上から目線のモラル的な話でもないですし、感謝のアファメーションをすれば幸せになれますよなんていうふわっとした話でもありません。単に全方位感謝という感情の作用の話です。だから、この話を聞いた後で別に気軽にそんなことないよと否定もできますし、ああ時間の無駄だったなぁと愚痴を言ったりもできます。しかし面白いのが、この話を忘れた頃に全方位感謝のイメージがふっと湧いてきて、未来に風が送られているのをじんわりと感じることができる。ああ自分の未来は希望に包まれているなぁと実感できるんです。少しその話興味あるなぁという方はぜひこのまま聞いてみてください。というのも、ある時ですね、僕は気がついたんです。将来に対して明るい展望を持っている人と、将来に不安を感じている人、その違いをその人にフォーカスするんじゃなくて、その人の周りの現象をエネルギーとして観察してみたんです。そしたら見えてきたのは根底のエネルギー。これは感謝のエネルギーとも言い換えられるのですが、ここで感謝という言葉を使うと、後々ややこしくなってしまうので、ここでは根底のエネルギーとします。それを生かせているかいないか。いや、生かすというと少し語弊があるかもしれません。アクセスできているかがより近いかもしれません。アクセスできているかいないかで未来の酸素量が違う。そこに気がついたんです。そして実はそのエネルギーは根底なので、裏表がなく、何かをしたから根底のエネルギーにアクセスできるようになるというよりも、誰もが自分の中に根底のエネルギーは持っているんだけれども、それを感じていることができるか、できないか。そこが風を未来に送るポイントだということ。それが徐々に分かってきたんです。ではここからは具体的にその全方位感謝と根底のエネルギーについて踏み込んでいきたいと思います。この星は感情の星。何かが起こるとそこに感情が生まれ、何をするにも感情を必要とします。図で説明します。出来事が起こります。出来事が起こった瞬間はまだ真っ白です。そしてその周りには
全方位にですね、感情が準備されていて、その出来事が感情を通過することで色が決まります。つまり感情が決まります。この場合はオレンジ、喜びになりました。今度は何色になるでしょう。左下に行ったので青、悲しみになりました。これが感情のメカニズムだと思ってください。そしてこの出来事から感情、ここで終わりません。この先があります。感情が行動を起こし、行動により反応が起き、反応によって結果が出ます。そしてそれぞれの動きによって最初の悲しみという感情はどんどんと薄れていきます。ほぼ白に近い青になっていくんです。そして未来に風を送るのはここからです。ちなみにこの時間軸や感情の種類や強さ、幅は様々です。出来事が起こって感情が湧いて結果が出るまで数分のこともありますし、数日、いや数年かかることもあります。感情も今は便宜上喜怒哀楽の4種類としていますが、そんなはずがありません。感情の大元は数十種類あると言われていますし、それが様々ブレンドされて複雑に絡み合って僕らの心はできています。だからこんなシンプルな図では説明ができるはずもないのですが、お伝えしたいポイントは今回そこではないので軽くスルーします。なんとなくイメージで聞いていただけると嬉しいです。それでは結果の後にその感情がどこに行くのか、多分未来に風を送れていないという人はここで出来事は消滅してしまうと思っているはずです。日々の出来事がただ流れているだけだと、自分の人生に意味はないんだと、どんな感情を持っていても、どんな行動をしようとも、この地球では全く影響がないんだと、そんな虚無感から未来が酸素不足になってしまっています。じゃあこの先は何なのか。それが先ほど出てきた根底のエネルギーです。結果の輪を通った結果の粒が最後に根底のエネルギーのエネルギーになっていく、そんなイメージです。そして日々の様々な出来事に対して様々な結果が出てきます。出来事の数だけ結果は出てきますので、一日の中でも何百と出てくるはずです。そして悲しみだけでなく喜びも怒りも全方位の感情がこの根底のエネルギーに向かっていきます。なのでここには自分の感情から生まれた結果たちがたくさん集まってきています。もしイメージの中で空間的なイメージが必要という方は、この根底はですね、人体でいうと骨盤にあたります。骨盤が立っているとなぜかエネルギーが循環するイメージになるのはそのためです。なので生活の中で腹が座るイメージを持つのはとても重要です。ここで一番伝えたいのが、この出来事が起こって感情が生まれる、この感情に優劣をつけて、例えば喜びがいいこと、怒りが悪いこと、そんな単純な図式を作り上げない方がいいということです。その考え方が未来に風を送れない原因の一つだからです。結果がどの感情に向かっても最終的には根底のエネルギーとなる、そこが重要なポイントです。感情はこの地球を楽しむための原動力、いろいろな感情がなければ僕らの生活は味気ない。例えばこの地球から怒りがなくなれば平和な世界が待っているのか、それは少し違う気がしています。この次元では怒りも大切な感情の一つなので、暴走しなければ OK、 むしろ怒りのない地球は味気ない可能性すらあります。ある出来事に対して怒りが出てくるんだとしたら、その怒りによってきちんと行動を起こして結果を出してあげることの方が重要です。未来に風を送っている人が全く怒らない、何か悟ったような人たちかというと、そうでもありません。怒るところはきちんと怒りますし、嫌なことは嫌だとはっきり言います。そして嬉しい時は喜びをきちんと表現します。悲しい時はすごく落ち込みます。むしろ感情をきちんと表現する術を知っていて、非常にバランスの取れた感情の出し方をします。言い方を変えると、感情を出す時もちゃんと自分の中心軸がはっきりしています。そこに変な計算とか嫌味がなく、周りを振り回すこともせず、ある意味とても清々しい
だからそういう人に怒られても嫌な気持ちにならないですし、そういう人は周りの皆さんに応援されている。まるでその人の周りに風が吹いているような人。それが未来に風を送っている人。もしかしたら僕たち地球に生まれた宇宙人はその辺が苦手かもしれません。感情を出すことに罪悪感すら感じてしまう人もいるかもしれません。でも実は人間においての行動の原動力は感情です。その証拠に感情を抑制しようとする人は行動もできていないということが多い。つまり行動ができないのは自分の本来の感情を抑えているから。普段から感情を出せていないから。何度でも言いますが、感情は悪くありません。揺るぎない中心軸があれば、そして柔軟な自己があれば、感情は常に僕らの味方です。地球での僕らの遊び道具です。それが全方位感謝の基本的なイメージです。少し抽象的だったので、ここからは少し具体的に全方位感謝を感じていただきたいと思います。例えば、出来事として嫌なことが起こったとします。じゃあお財布をなくしちゃったとします。お財布をなくして嬉しい人はいませんし、何とも思わない人も多分いないと思います。感情としては自分の不注意なので、自分への怒りですかね。警察署への届け出、免許証の再発行、カードの停止とか、めんどくさいこともたくさんありますので、イライラが募るかもしれません。個人情報とか入ってる人も多いので、怖いなぁと思う人もいるかもしれません。さすがにここから感謝はできないよなぁと思うと思いますが、それで大丈夫です。この時点で出てくる感情は、この場合は感謝ではないはずです。じゃあ例えば、お財布の紛失で生まれてきた感情を悲しみとします。その中に大切な写真が入っていて、それは世界に1枚しかありませんでした。それはとても悲しい出来事です。悲しみという感情が出てきたら、その感情を使って行動します。悲しみですから泣くでもいいですし、その悲しさを SNS に綴って助けを求めるでもいいかもしれません。行動には個性が出るものなので、自由に動けば大丈夫。基本的に決まりもルールもありませんが、しかし、あまり良くない行動というのが2つあります。1つは感情を押し殺すことです。さっき言いました。押し殺すとそこから感情の停滞が起こるので、どこかで歪みが出てしまいます。風を送れない典型例の1つです。もう1つは逃げること、忘れようとすること。例えばお酒を飲むとかは逃避なので、未来に風は送れないことが多い。じゃあ例えば今回はその悲しみを友人に話すという行動にしてみます。こんな状態になって、こんな気持ちになったと友人に話します。すると友人からは、自分もそういうことがあったとか、こういう対応するといいよとか、反応が返ってきます。すると、先ほどの悲しみの感情が少し薄れたのがわかります。それが行動による反応です。そして、この場合の結果は、慰められて少し気が楽になった。ではありません。それが結果な気はしますが、実はこれはまだ反応の中です。反応が起こって、それによって変化した心の状態、心の動きではなく心の状態、それが結果です。楽になるのは心の動き。楽になってどういう自分になったかが心の状態です。その状態が結果です。細かいなと思うかもしれませんが、重要なのでちゃんと伝えました。そして結果まで行くと、先ほどの感情が穏やかになっているのがわかります。そして、そこしていると、日々の他の感情が生まれていますので、穏やかになった悲しみの感情は、表舞台からは消えていきます。そして、ここからが一番のポイントなのですが、その前にもう一つ例を挙げます。では今度は明るい感じの出来事にします。たまたま行ったレストランで、とても美味しい食事ができたとします。これで悲しみや怒りが出てくる人はいません。多分、喜びですね。美味しいものを食べたので、喜びの感情が出てきました。それにより行動を起こします。一緒に食べてた人に、美味しいねと言うでもいいですし、あまりに感動したので食べた後、お店の人にお礼を伝えるでもいいですね。もちろん、同時にいくつか行動をしてもいいです。では今回はですね、Twitter に感動を書き記すにします。この感動を一人でも多くの人に味わってほしい。
そういう思いでコメントを書きました。それが行動です。そしてそのコメントにたくさんの反応が返ってきました。もしくは全く反応がありませんでした。それが反応です。それにより心が動きます。感情が動きます。たくさんの人に喜んでもらえて嬉しい。反応はなかったけれども嬉しい気持ちは表現できたな。そしてそれらはまだ反応です。それら感情の動きが落ち着いて美味しかったなという経験が自分の肌の表面に馴染むようになった頃、そのあたりが結果です。それは表舞台から消えた感情と言えます。それが根底のエネルギーのエネルギーになっていく。先ほども言いましたが、ここが重要なポイントです。そして根底のエネルギーには毎日大量の結果が降り積もっていきます。それらが僕らの心の充実になっていく。そしてそれが未来に風を送る原動力になっていく。この星の経験は僕らの中ではとても貴重で素晴らしい。肉体とか時間とか人間関係とか、そういった経験は僕らの魂が求めていた成長にダイレクトにつながるからです。その経験による成長は感情の種類によりません。悲しみでも怒りでも、それは行動し反応し結果になるという過程でとても貴重で素晴らしい出来事になるんです。根底にある器が自分の行動と反応で色とりどりになっていく。そこに意識をつなげると、その日々の感情の層とは違った層に感情が芽生えます。それは言葉にしてしまうととっても野暮なのですが、それでもあえて言葉にすると、ありがとう、これまでそしてこれからの自分に対してのありがとう、この地球のこの時代にありがとう、そういうイメージです。なので僕はそれを全方位感謝と名付けました。日々の日常が全方位感謝となって、それが根底のエネルギーになっていく。たとえ地球上で良くないことが起こっても、何か想像を超えるような出来事があっても、もちろん平穏な日常でも、どんなに不幸でも、どんな年齢でも、全方位感謝の視点に立てば、出来事のスタートは真っ白ですし、そこに色をつけ行動し反応があり結果を出すと、それが淡い色になり根底のエネルギーのエネルギーになる。その一連の流れは美しく矛盾のない世界です。むしろ様々な経験はプラスからマイナスまで幅の広い方が、魂の成長としてはウェルカム。その方が根底のエネルギーは色とりどりになりますし、自分以外の根底のエネルギーともうまく共鳴ができるからです。さて、ここまでが全方位感謝と根底のエネルギーの話でした。では最後に簡単に未来に風を送る方法、そこをイメージしてこの動画を終わろうと思います。現状に不満のある A さんに登場していただきます。 A さんは日々の生活にとても不満があります。もう少しちゃんと勉強していればこんな変な会社に入ることもなかったのに、自分は本当はもっとできる人間なのに、親がちゃんとしてくれなかったからこんな自分になっちゃったんだ。不幸会の三冠王です。もう不幸癖がついてしまっているので、嬉しくなるような出来事が起こっても無視をしてしまいます。場合によってはいい出来事もいいと判断せずに、悪い出来事の前兆、そんな風に考えて何もしない、行動しないのが一番の得策と思っていたりする。そしてネガティブな出来事が起こると、それに対してはとても行動が早い、クレームを言ったり陰口を言ったりする。アスコスモス、さっきネガティブでもポジティブでも行動すれば未来に風が送れる、そう言ったじゃんと思ったと思います。そうなんです。もちろん行動はいいんです。それに間違いはないんですけれども、先ほどお伝えしたポイントの部分が欠落してしまっているんです。行動から根底のエネルギーまで一連の流れがあるということを意識できずに、行動が単発になってしまうと未来に風が送れない。つまり自分の日々がネガティブでもポジティブでも全方位感謝を繰り返している、その積み重ねが自分という存在であり、そのトータルでの経験がこの地球の楽しみ方だと、そこにつながらない。だから A さんも不幸のスパイラルから抜け出せない。唯一自分を救ってくれるのが幸運で、それを待っている。
でももう皆さんもお気づきだと思いますが、出来事は最初真っ白、不幸も幸福もそのきっかけは真っ白。それを幸福にするのも不幸にするのも自分なので、不幸界の三冠王には反則レベルの幸運でないと幸運と思えない。つまり宝くじが当たるとか。でも不幸界の三冠王が数億円を手にしてしまうと、恐ろしい結果が待っているのは想像に難くない。だからハイヤーセルフもそれは避けたいので、反則級の幸運は絶対にやってこない、そういう仕組みだということです。おいおい、これは自分のことだぞと、じゃあどうすればいいんだとそう思った方もいるかもしれませんが、大丈夫です。もうこの動画を見て、日々の出来事が根底のエネルギーになっているんだなと、イメージの世界でこのつながりが回復できれば、あとはこれまでと同じ生活を送るだけです。なるべく行動をするようにした方がいいとは思いますが、それも根底のエネルギーがイメージできていれば、自然と動きができてくるはずです。ゆくゆくは感情が出てきたのに何もしないというのがムズムズして嫌な感じになってくると思います。どうでしょう、全方位感謝と根底のエネルギーのイメージができてきたら、未来に風が吹き始めるのを体感できると思います。ここまで見ていただいた皆さんに、おまけとして3つの情報をお伝えします。1つ目はその先です。先ほど未来に風を送っている人でもネガティブな感情をどんどん出していると言いましたが、実はそれは少しだけ違います。成長には順番があるんです。最初は本当に感情を外に出すだけだったかもしれませんが、経験による成長によってその行動の中身も変わってきます。これは応用なのですが、例えば喫茶店でオーダーミスがあって、自分とか自分の周りの人にネガティブな出来事が起こったとします。その際の行動には2種類あって、1つは自分を守るための行動、自分が受けた被害に対してその損失を取り戻そうとする行動とも言えます。でもこれもですね、先ほどの話と同じなんですけれども、単発なので未来に風を送れないパターンです。そしてもう一つはその喫茶店のためという行動、こちらが未来に風を送れる人です。全方位感謝を認識している人は、自分だけの不利益であればそれはもう自分の経験だと、自分の引き寄せだと分かっているので、そこにはもうあまり怒りを感じません。未来に十分な酸素がいっているので当たり前ですよね。それよりも自分が選んだ喫茶店が将来的に誰も幸せにならないような、そういうことをしている、そこに無性に腹が立つんです。だからその喫茶店の時間軸に立って、これが必要だなと思ったことをする。もちろんそんなことを言っても通じないなと分かるほどのレベルのお店であれば、それほど感情的にはなりません。そんなところに来た自分が悪い、もしくはこんなお店に来てしまうと運気が下がっているなと気づかせてもらえたぞと、そんな感じに冷静に対応するだけです。でもこの喫茶店はいい食材を使っていて雰囲気もいい、もう少し流行ってほしいな、そうすればこのお店もこの地域もいい感じになるのにな、それなのにこの対応はちゃんと伝えよう、そういう感じです。感情的に闇雲にわーわー騒ぐという意味ではないということです。そしてもう一回訪問してみて、良くなっていたら常連になったり口コミしたりします。変わっていなかったり悪くなっていたら外帰ってくるだけです。それを無理なく楽しくできる人、感情を軽やかに楽しむ人、未来に風が吹き始めるとさらに風が送れるようになり、周りにも風が吹いていく、そんな感じです。おまけの2つ目は、自分じゃなくて例えば自分の周りの人が不幸界の三冠王だという時にどうすればいいか、その気持ち分かります。でも残念ながらその考え方自体が実はタイトルホルダーです。つまり自分も先ほどの多席思考のタイトルを持っているんだという自覚が必要です。実はこの未来に風を送る方法は自分にしか使えません。人にこれを教えることはできないんです。でもアースコスモスは伝えているじゃん、そう思ったと思いますが、それは皆さんが聞く姿勢になってくれたから、唯一聞く姿勢になってその人を信頼しているという関係性であればそれは伝えることはできますが、多分不幸界の三冠王は残念ながら聞く姿勢はありません。だからこそ三冠王です。
なので実質的に伝えるのは無理だと思うのが無難です。しかしできることはあります。それはあなたの未来に風を送ることです。間接的なので即効性はないですが、それにより徐々に関係性は変わってくるはずです。東洋医学の体質改善みたいな感じです。じわじわと効いてくると思います。それは未来に風を送っている経営者は周りから応援されるし、人を育てるのもなぜか上手なのを見ればわかります。未来に風を送っている人の近くにいるとなんか心地の良さを感じるんです。あなたがそういう存在に近づくことで、三冠王もタイトルを一つずつ手放していくはずです。そしておまけの三つ目は視点についてです。こういう話を聞くと、ああじゃあ何が起こっても経験になるからいいやと、すごくポジティブになったり、すごく投げやりになったり、そういう人も出てくるのですが、視点はあくまで過去未来を含めた今の自分、この地球の行動の主体は自分、この地球でこの肉体でこのタイミングでこの周りにいる仲間で、ある意味制約の中で出来事を受け入れる、楽しむという感覚が必要です。言い方を変えると、地に足をつけるということ。本当に困ったことが起きてどうにもならなくなったら、一度視点を上げて客観的になることは重要ですが、客観的なままで感情はうまく機能しません。無気力な感じになってしまいます。例えば宗教、例えば占い、例えば心理学、それらは視点を上げるという意味では意味のある時ももちろんありますが、宗教に依存している人で幸せそうに見える人、こんな人になりたいなと思わせてくれる人を僕は知りません。占いもそう。運気とかは僕もあると思いますし、星の動きと自分の人生のタイミングがシンクロすることはあるかものレベルでなく確実にあります。だから僕も占いは人生の参考にはしています。でもそこに翻弄されて方向を見失いそうになる人も多いと感じます。未来に風を送るという視点で見ると、教祖様がいいよと言った時や星の動きがいい時は未来に風が送れますが、そうでない時はパタッと風が止みます。でもそんなはずがない。風が止んだ理由をまた教祖様や占い師に聞いちゃったりすると、自分軸が行方不明になってしまうんです。もちろんそういう経験も無駄ではないので意味がないとは言いません。でも経験から生まれる自分の価値、そこに気がつき、そこにちゃんと結果を積み上げること、それが未来に風を送る秘訣です。そしてちゃんと未来に風を送っていたら、将来への不安がなくなります。ではありません。もちろん少なくはなりますが、まだ現時点でいきなりなくなりはしません。過去未来を含めた今だから、不安という感情に気がつき、その不安に対しての行動をするという、その繰り返しが自分を形作っていく、仲間が増えていく、地球とつながる感覚がリアルになっていく、それが未来に風を送る秘訣だということです。そして逃避的でなく本当に穏やかな出来事に包まれるようになったら、自分の周りが次の地球に移行しているんだなと、その証になるのかなと思います。さて今回の未来に風を送るというテーマ、いかがでしたでしょうか。ポイントは感情の動きの美しさを感じ、たまにそれを思い出すことだと思います。それは化粧直しのようなもので、鏡を見ながら前には進めないけれども、ちょっとした時間とかにさっと鏡でお化粧の具合をチェックする、そんな感じがいいんじゃないかなと、バランスがいいんじゃないかなと思います。なので今日この話を聞いて、これは一度忘れてください。そしてそれを忘れた状態で3ヶ月ぐらい過ごしてみます。そして3ヶ月後にもう一度この動画を見てみてください。今日聞いた印象とは違った印象になるんじゃないかなと思います。ぜひカレンダーの3ヶ月後に動画チェックと書いて、この地球の感情を楽しみましょう。きっとこの地球の新たな側面が見えてくるはずです。地球もそれを待っています。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであれば、いいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望はコメント欄にお願いします。コメント欄にもたくさんの同志がたくさんコメントを書いてくれています。読むだけでも
面白いんじゃないかなと思います。そしてまだまだ僕たちの同志はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいと思っていますので、ぜひシェアもお願いします。そして地球に生まれた宇宙人ホームというですねコミュニティもやっています。キャンプファイヤーコミュニティという場所をお借りしています。僕たちのようなですね人たちが集まる場が欲しい、必要だ、そんな思いで作ったコミュニティです。毎月2回ですねライブ配信とワンテーマラジオというですね一つのコンテンツを配信させていただいています。気になるなという方はぜひ覗いてみてください。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法、今回は映画になります。映画インセプションですね。これは2010年に公開された映画のようです。今日のテーマと直接つながっているわけではないんですけれども、僕ハリウッド系の監督さんってあんまりそんなに固まって見ないんですけれども、この監督脚本クリストファー・ノーランさんなんですが、一番多分有名になったのはバットマンシリーズかな、バットマンの監督さんをやって、でその後にこのインセプションとか、あと以前多分ご紹介もしてるんですけどインターステラーという映画とかですね、あとその後もいくつかテネットとかダンケルクとかですね、あの映画いくつか作られていて、僕がこの監督さんの映画結構好きなのはもちろんビジュアルの、あまり CG を使ってないらしいんですけれども、まあでもこのインセプションも完全 CG ですけれども、街が折れ曲がったりとかというのは多分違うのか、これももしかしたら実写でやってるのかもしれないんですけれども、この映像の力もそうなんですけれども、やっぱりこのストーリーの組み立て方というか、多分バックグラウンドまですごい綿密に作り込まれて、そのバックグラウンドが例えば100あるとして、その本当に表面の10ぐらいで映画を1本作ってるっていう感じなんですよね。なんか深みがあるというか、このインセプションも今回時間の話少ししたので、これちょっとこの映画にしようかなと思ったんですけれども、これはいわゆる夢の中に入るというそういう話なんですけれども、それがだからなんか普通だったら多分誰かの夢の中になんかどうにかして入って、それで夢を書き換えてなんか終わりみたいな感じになると思うんですけれども、この話はもう全然そのレベルではなくて、もういくつも回想というか、でノーランさんのメメントという映画で一番最初有名になったんですけれども、あれもそのタイムラインっていうのかな、その組み立てがすごいんですよね。なんか思いつきアイディアでもあるんでしょうけれども、多分何かすごい地図というか設計図みたいなのを書いてですね、多分映画作ってるんじゃないかなと、そういう部分と、あとその人間の感情の描写というんですかね、そういう部分のバランスがすごいなんかやっぱり入ってくるものが違うんですよね。そういう意味ではとても素晴らしい監督さんかなという気がします。バットマンなんかも、まあいわゆるあれはコミックの娯楽の映画なんでしょうけれども、それをやっぱり芸術の域まで得たような、そういう作りですからね。今回の話でいくと、その時間、過去、未来、今みたいな、その時間のレイヤーみたいなのがもしあって、今日の話みたいなのが物理的に何か本当にどこかに血管の玉がこう溜まっていくんだとしたら、なんかクリストファー・ノーランさんになんかビジュアル化してほしいですもんね。結構でも映画としては前、もう10年以上前の映画なんですけれども、もうビジュアルのその絵の力的にはもう全然古くなっていないというか、今見ても多分面白い、渡辺謙さんも出てますので、日本人の方でも見やすくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひまだ見てないという方、もしくは見てもう 10年経ってしまって、もう一回見てみてもいいかなという方いたらですね、ぜひ下にリンクまた貼っておきますので、ぜひ見ていただければなと思います。今回はクリストファー・ノーランさん監督のインセプションという映画をご紹介でした。それではまた。
地球に生まれた宇宙人。チャンネル登録もよろしくお願いします。